上がったか？湯加減はどうだった？ああ、いや、やっぱり俺のだから、でかいなと思って。けど、女物とかあるわけねえし。悪いけど、今夜はそれで我慢してくれ。ああ、ドライヤーとか、場所分かったか？ちょっと、こっち来て座れ。ここ、俺の足の間。ここの髪、跳ねてる。溶かしてやるよ。あんたの髪、綺麗だな。ちゃんと、手入れされてる。ずっと触ってたい。何って。ちょっと髪にキスしただけ。あんまりにも綺麗だったから。あれ？顔赤いな。もしかして、のぼせたか？じゃあなんで顔赤くなってんだ？聞こえない。もう少しでかい声で頼む。そうか。恥ずかしかったのか。だとしたら、恥ずかしがってるあんたの顔、結構良かった。ん？バラ？ああ、ローズの香りのアロマ、焚いてるんだよ。この前撮影で使ったのをもらったから。ほら、そこ、ベッドサイドに置いてある。もういいぜ。綺麗になった。もう遅いし、寝るか。俺のベッド、使っていいから。俺はソファーで寝る。別に気にしなくてもいい。元はといえば、俺のせいであんたは帰れなくなったわけだし。ほら、ベッドの中入れよ。遠慮なんかいらないから。たく、あんた、結構頑固だな。いいからおとなしく、悪い。大丈夫か？これは、不可抗力だ。あんたが言うこと聞かないから、いけないんだぜ。あのさ、このタイミングで言うのも、どうかと思うけど。いや、このタイミングだからこそ言うけど。俺、あんたのこと、好きだ。猫の世話してるのを見た時から、ずっと。
気づいてなかったけど、多分一目惚れってやつだと思う。リアルに猫拾って帰るやつなんて初めて見たから、単に興味があって気になってるだけだと思ってた。でもあんたの学校の文化祭でちゃんと会った時、またあんたに会いたいと思ったんだ。家に行って撮影まで付き合わせた時も、正直さくらは口実だった。本当はあんたに会いたかっただけなんだ。後でさくらに謝っといてくれ。出しにして悪かったって。俺、今までは撮影に対して消極的だったんだけど、あんたと写真撮った日は本当に楽しかった。あんたといる時の俺は表情が違うって言われたのも、できた写真見たらその通りだと思った。全部あんたのおかげ。今まで他人に興味なんてなかったのに、あんたのことはもっと知りたいと思う。むしろ独り占めしたい、触れたいってそうも思う。だから、俺の彼女になってくれ。答えらんねえか？ま、その顔を見れば答えはわかるけど。恋人同士ならキスくらいしたっていいだろう。っていうかその格好もその表情も反則。そんなの見せられたらキスしたくなるに決まってんだろ。ばかりの頃のあんたは俺が近づくと一歩引いてたけど、今はこんなに近い。怖くないって言ってくれたよな。あれも嬉しかったぜ。本当だ。ないんだったらいいだろう。ね。
用事だろよ。あんた、耳まで真っ赤。やめてほしい？ま、やめねえけど。なあ、ちょっと口開けてみろよ。いいから。そう、そのまま。あんた、なんでさっきからずっと口閉じてんだよ。なんか拒まれてるみてえで嫌だ。おい、顔背けんなよ。ちゃんと俺の顔見ろ。じゃあいい。そんなに驚くことないだろ。首舐めただけだし。口のキスに耐えられねえっつうなら、こっちで我慢する。あんたの首、白いな。顔と耳は真っ赤なのに。なあ、ここに、印、つけていいか？あんたは俺のもんだっていう。虫よけ代わりだよ。俺以外の悪い虫があんたに近寄らないようにって。うん、ダメだな。もう一回。できた。ついたぜ。あんたが俺のって印。消えそうになったら言えよ。またつけてやるから。いや、見えないところにつけたって意味ねえだろ。ただでさえ学校違って会えねえんだから、こんぐらいしとかねえと気が気じゃねえんだよ。ちゃんと俺の方見ろって。目つむんな。キスしてる時もちゃんと俺の方見ろ。
ってるそばから、やり直し。ほら。そんなに恥ずかしいなら、あんたから俺にキスすれば？それなら、心構えもできるだろ？ほら、やってみろよ。あんたから、俺にキス。そんなに慌てんなよ。難しいこと言ってねえだろ。ほら、近づいて、重ねればいいだけだ。もう終わりか？無理って。まあ、あんたにしちゃ、頑張った方だし。その可愛さに免じて、許してやりたいところだけど、この程度じゃ、俺は満足できない。やっぱり、俺からする。その顔、かわいいな。ああ、あんたはかわいいよ。これからもずっと、その顔は俺にだけ見せろ。